板橋区下赤塚駅より徒歩2分、豊富な種類のベーグルとこだわりのハード系パンで人気を集めるブランジェリー兼。お店に一歩足を踏み入れるとたくさんの種類のパンがお出迎え。なんと40種類以上のパンを毎日店頭に並べているんです。他ではちょっとお目にかかれない珍しい創作パンも多数取り揃えています。それでは店長おすすめのパンをご紹介。こちらはグリーンカレーのベーグル。グリーンカレーのペーストを混ぜたそぼろとタケノコ、そしてココナッツをアボカドを練り込んだ生地で包みます。ピリッと辛いグリーンカレーとココナッツの風味が漂う絶品の創作ベーグル。こちらはキウイクロワッサン、ブルーキュラソーの入った緑色のクロワッサンにサワークリームとキウイを挟んだ見た目も可愛い一品。その甘くふんわりした食感はパンというよりスイーツですね。続いてモラセスノアマロン。モラセスは糖蜜、ノアはくるみという意味で、長時間発酵させた自慢のハード系のパン。中にはくるみと栗がぎっしり詰まり、もちもちした生地の食感とほんのりした甘さが絶妙です。さまざまなアイデアやこだわりで楽しませてくれるブランジェリー兼。店長の田崎さんにパン作りの魅力をお聞きしました。お客様の反応とかで一番ダイレクトだと思います。正直な商売っていう部分が一番いいかなと思う。自分が作ったものは直接評価されて、その工程を全部はっきりと分かって見える仕事ってあんまないと思うんですよね。全てはお客さんの笑顔のために。ブランジェリー兼は今日も魅力あふれるパンを焼き続けます。